はい、コズのお趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちらですね。はい、阿川さんちのシールです。はい、しかもねこちら、ハッピー天女4っていうことでね、こうね、なんと一つ一つの箱を手作りで作ってるらしいんですよね。箱5種の箱押しシール、箱の組み合わせが一つずつ違う、全3333種。はい、なんとねこちら3333枚もすでに、売り切れとなっております。はい、なのでね、一つとして同じカラーリングがないっていうね、こんな感じで色がね一つ一つ違うんですよ。それをね私ね、発売当日にね、即購入しましたんで、なんとか買えることができました。こんな感じでね、手作業なんですよね。これすっごい手間かかってるよな。いやこれはすごい。ということでね、今回届いたのが、はい、こちらですね。まあ、ちょっと宛名シール剥がしましたんで、ちょっと汚くなってますがね。はい、こういう感じで届きました。はい、では早速ね、中見ちゃいましょうか。こうね、カッター入れるときがね、ちょっと一番注意したいところですね。特に、シールとか本とかね、そういうのだとね、中の状態によっては下まで切っちゃうんでね、もうほんとね、ちょっとでいいんですよね、刃はね、カッターの刃は。こういうのテムで売ってねえのかな。よし、はい、いきます。オープン。バン。お、おお、これはこれはいきなりあれですね。ハッピー天女4オフィシャルガイドブック、オフィシャルガイドブックがついてます。はい、取り出すとこんな感じですね。とりあえず箱の中は、はい、これだけですね。おそらくこのビニール袋の中にシールが入ってるんでしょう。これどういう風に入ってるのかな。もう裏返したら見えちゃうのかな。わからないな。とりあえずちょっと裏返そうか。せーの、バン。あー、なるほど。あー、びっくりした。どういう感じかなと思ったら、こういう封筒に入ってますね、小さい。いや、この封筒だけでもめちゃくちゃすっごいんですけど。箔がすげーな。キラキラしてやがる。じゃあとりあえずね、中のあれを取るにはここのねビニールをね取らないといけないんで、はい、とりあえずね、ガイドブックですね、こちらは、まあ、全部はちょっとお見せできないですが、全てのカラーリングパターンですね。しかもナンバーが振ってあるんで、これが全部で3333枚。うわすごい。リストですね。履くパターンのリスト。まあ、この中に自分の持ってて、自分が今から取り出すカラーリングのやつがあるんでしょうね。いや、何色だろう。いやー、すげえ気になるぜ。ドキドキするぜ。うわ、めっちゃすげえな、この封筒。うわー、これだけでもめっちゃ価値ありそう。半端じゃねえな。ああ、ここを剥がすんだね。いや、ちょっと怖い。これも綺麗に剥がしたいね。おお。さて、何色か分かるか。こっから分かるかな。分かっちゃう気がする。いきます。せーの。ちょっと緑色っぽいのが見えますね。緑ベースかな。
水星のセット、おーこれは綺麗じゃない、エメラルドグリーンみたいな、あーこれが私のメタリック白白、唯一無二の私の白カラー、淡いグリーンですね、淡いグリーンにピンク、うん、虹色みたいなのも入ってるな、めっちゃ綺麗、うわすごいな、これが白を5枚重ねたシール、すっげえ、うわこれ裏面は、あ裏面は特に何もないですね、記載はないと。とりあえずこれシールどうやって取るんだろうな、とりあえずねちょっとこの白ちょっとずらしはしたんですが、こっからちょっと触んのちょっと怖いよね、うん、なのでちょっと手袋はめて、はい、ちょっと取り出したいと思います。ちょっと白なんでね、うん、指紋とかついたらちょっとあれなんで慎重に取り出したいと思います。これどう、いやこれすっごいな、いややばいなこれ、よっと、はい、いやこれすごっ、うわわかりますこれ、めっちゃすげえ、いやこれはやばいね、すっごい綺麗、裏面だよね、裏面がどうなっているか、はい、あ私のナンバー596番ですね、はい、3333分の596、うん、裏書きもしっかり書かれてますね、どう見ても右側スーパーゼウスですね、で左が大和王子、うん、しかもこれ大和王子の方じゃなくて大和人帝の方かな、すごいな、いや凝ってるもん作りましたね阿川さんも、いやすげえ、いや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 、これは素晴らしい、エメラルドグリーン綺麗だな、めっちゃ綺麗。じゃあちょっとね、台紙の方に戻したいと思います。台紙もね、こうね、スリーブとね、スリーブに、両面テープで貼り付けられているんで、で、ちょっとね、金枠になってるんですよね。うん、なので、やっぱこういうのはね、台紙に収めた方がいいですよね。なんかここに、ちっちゃく、白押しのうさぎですか、これ。掘られてるんでね、はい、戻したいと思います。いやマジちょっとね、指紋つけたくないんでね、手袋が滑るからな。なんとかこう戻すことができました。いやーすーげー。あーもうこれはね、うん、手に汗握っちゃうぜ、なかなか可愛らしいカラーリング、ちょっとオフィシャルブックにもね同じように載ってるか見てみよう。ちょっとごめんなさいね、私のまだ見つけてないんですけど、これね金の暴力っていう感じでね、金だけのね琥珀推しがあるみたいです。すごくない？いやこれ欲しかったかな、色的に2500番台とかだね、こういうのがあったんだね。他にもねこういう色とか、あとこのねブラックメタリック、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 クロマット白っていうね、めっちゃ渋い色もありますね。しかもこれ気づかなかったけど、
裏台紙が4種類あったみたいですね。なんか番号によって違うみたい、まあ、自分のはこれだったんですけれどもね、4パターンあったんだ。まあ、どれがいいとかはないと思いますけれども、個人の感じ方ですよね。あと裏書きもちゃうやんこれ。すっげえな、凝ってる、凝りすぎでしょ。ここら辺のカラーリングとかめっちゃ渋いな。カラフルではないところがまた渋い。どんな風に刷られているかっていうのもね、こんな感じで載ってますね。いや細かいな。つかこの冊子すげえな。ここに来て皆さんに訃報です。これね、普通に全部の写真載ってんのかなと思ったら、私のはねこの写真にすら載ってない番号でした。あららららら、ら、まあ、全部は載っけれねえか、それさすがに一部だね。まあ、こういうね、最後にこのリストがあるんで、こっから見つけてくださいよって話ですね。はい、リストで見つけました。はい、596番初版ブラックメタリックシルキーアイスグリーン170レインボーの銀ツヤシルキーエメラルドっていうやつですね。はい、この5色の箔。なるほど。初版とか3版とかあるからね、私のは初版ですね。なるほどね。いやこれはすごい、膨大な量、こんなん全部の写真載っけれねえか。はい、といった感じで、せっかくねこんな綺麗なシールなんでね、ちょっと背景を変えてね、いつもだったらフィギュアを眺める回転台座なんですが、今回は特別にシールで回転させてみたいと思います。この機会にね、ぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。